式なメンバーの方はいつ決まる予定なのでしょうか。結成されてから毎日
送しないからかな。スタッフの人も力を入れてやってる感じはしない。お疲れ様です。すみません、前の仕事が押してしまって参加できなくて。この1週間でメンバーとも打ち解けてきたけど、千里ちゃんには距離を感じる。レッスンに意味がないと思ってるのか、ほとんど参加すらしてない。大丈夫なのかな私たち。ふむ、やっぱり前さんは楽器に詳しいんですね。いや恐縮です。まさか自分の話をこんな風に聞いてくれる人がいるなんて。いやいや、まやちゃん、まやちゃんの話結構面白いよ。特に前に話してた電圧の話なんかなかなか興味深いよね。電圧の話興味ありますか。いや嬉しいっすね。にしてもまやちゃんが代打のドラマーなんてもったいないな。こんなに面白い子なのに。ドラムの人はまだ見つからないのでしょうか。もう1週間経つよね。いつまでもまやちゃんにお願いするわけにもいかないのに。もしドラムが見つからなかったらみんなにお披露目できませんか。そしたら私たちはどうなるんでしょうか。大丈夫だよ。きっと事務所の人たちも今一生懸命探してくれてるはずだよ。マヤさんってドラムはかなりお上手だけど何年くらいやっているの。5年くらいですかね。ここのスタジオミュージシャンを始めたのはつい最近ですけど。やっぱり将来はミュージシャンを目指しているの。まあ一応ミュージシャンかエンジニアを目指してますね。そう、ありがとう。もう一つ、ちょっとメガネを外してもらえるかしら。あのこうですか。なるほど、思った通り美人ね。マヤさん、パステルパレットのメンバーに入らない。